第2師団、第2校舎特化大隊本部中隊が装備する、対空戦闘式統制システム2型対空。戦闘式統制システムは、陸上自衛隊の装備、方面隊、師団、旅団の校舎特化部隊に配備される。対空レーダー等の情報を集約し、対空射撃、対空戦闘に必要な情報を迅速、正確に処理伝達するための指揮、統制を行うシステム。 2004年度から2008年度までに開発が行われ、2009年度に予算が、計上、2011年度から配備が始まった。方面対応の I 型、四弾用の2型、旅団用の3型がある。製作は三菱電機。従来の対空戦闘式装置は C2 システムとして、対空戦闘式装置、およびこれに連接された C4I システムとして、 方面対応に、方面対抗射指揮所装置が、手段用に、手段対空情報処理システムが配備されている。しかしこれらのシステムは戦闘爆撃機やヘリコプター等の対処に限られ、巡航ミサイルや空対地ミサイルの対処には対応していていない。また多数機に対する情報処理、指揮統制にも制約を受ける上に、 MTQ-1 と DATS の間で連接が行われておらず、情報処理や一元的な指揮統制に支障をきたす。結果として、目標への重複攻撃や打ち漏らしが生じる可能性が高い。これらの問題を解決した上で、能力向上を図り、効果的な対空戦闘指揮統制を行うため本、システムが開発された。従来のシステムとアドックスを比較すると次のような、 特徴がある。アドックスは、複数の方面体や、士団や旅団が運用する、対空監視レーダー、低空レーダーや、零三式中距離値対空誘導弾、ホーク、八十一式短距離値対空誘導弾、九十三式近距離値対空誘導弾、八十七式自走降車機関砲、九十一式携帯値、対空誘導弾といった、対空火器と連接することで、 対空情報が共有され一元的な指揮統制が可能となり情報集約能力や処理能力や伝送能力が飛躍的に向上する。さらに航空自衛隊の新自動、警戒管制システムとも連接可能で対空情報の共有化でより広域の情報取得も可能である。次にアドックスの構成を記す。概要で挙げた装備以外にも アドックス開発後に新たに配備された装備との連接は可能である。なお、JTPSP25 はアドックスの構成品として扱われる。また野外通信システムを用いた対空装備にとどまらない他の自衛隊 C4i システムとの連接も可能になる予定。ありがとうございます。